国際アニメーション映画祭は毎年6月にフランスのアヌシーで開催されるアニメーションを専門に扱う国際映画祭である。1960年カンヌ国際映画祭からアニメーション部門を独立させる形で創設されアニメーション映画祭としては世界で最も長い歴史を持つ国際映画祭である。また同時に 世界最大規模のアニメーション映画祭でもある。国際アニメーション映画協会映画芸術科学アカデミー公認。当初は各年開催であったが、1997年以降は毎年実施されている。コンペティション作品は市内の映画館のほか、夜間に野外でも上映される。また、それ以外にも古今の作品が巨大なスクリーンで上映されている。 映画祭の花形は短編映画であり、最終日となる土曜日の夕方に各部門の受賞作品が発表される。映画祭全体の特色としては、短編作品や長編映画、テレビシリーズなど多彩な作品が上映されるだけでなく、国際見本誌や企画マーケット、カンファレンス、ワークショップなど、アニメーションに関するあらゆるイベントが開催期間中実施される。 本映画祭には、世界最大規模のアニメーション国際見本市である、ミーファが併設される。2016年度には、世界68カ国から約1200社の企業が参加、出展した。ミーファは、各国企業、団体の展示ブースのほか、企画のプレゼンテーションやシンポジウム、コミュニケーションや、トークスペース、記者会見、リクルートなど、様々な機能から構成。 また、ミーティングでは、人材交流、情報交換の場として、基調講演を中心に、制作過程にある話題作を紹介する、ワークインプログレス、実際の制作過程を披露する、メイキングオブなどが行われる。セルガや CG で作成された、通常のアニメは、もちろん、クレイアニメ、人形アニメ、切り紙アニメなども含む、 様々な技法で制作された作品が部門ごとに審査される。最高賞はグランプリに相当するクリスタル賞。2017年度の応募作品数は世界95カ国より計2850作品。以上の他特別賞としてアヌシー市民賞、アンドレ・マルタン賞、カナル・クリエイティブ・エイド賞、国際映画批評家連盟賞、 子供審査員賞などが主に短編作品を対象に授与される。最高賞であるクリスタル賞受賞者は長編部門で宮崎駿、高畑勲湯浅正明、短編部門で山村浩治、加藤国夫、広告部門で荒井風優の計6名である。ありがとうございます。